ちは。お昼ご飯食べます。今日はこれです。これ好き。卵が一番好きなんですけど、卵料理が一番好きなんですけど、うん、だから嬉しい。だし巻き卵、明太もめっちゃ好き。だからほんまに最高。いただきます。あんまり頭しない。寒いよ、相変わらず。待って。寒い。極寒の中食べる。だし巻き卵。うまいです。昨日ね、ナンバラエティ公演したんですよ。だから信じられないぐらい筋肉痛で、やばい。久しぶりに、もう出たんよ、公演。だから ほんまにやばい。背中一面筋肉痛が、もう無理。今日やばい、無理かも。筋肉痛やばすぎて。なんか久しぶりに出たら、こんなにも体力いったっけって思って。なんばら、でもケイクちゃんは、やいこれずっと出てる。これずっと出てる感じ。あ、違うよね。ありがとう。誰だろう。まさゆきさん、ありがとう。いつもありがとうございます。すごい、いいやつや。ありがとう。ハッピーバレンタイン、ありがとうございます。嬉しい。バレンタインチョコもらってないから、ありがとう。おいしいよ。うまい。昨日ね、しかも昨日なんか背中のストレッチじゃなくて、なんていうやん、あ、マッサージしてもらってんけど、背中がなんか凝ってるみたいな、老廃物がもう溜まりすぎてやばいって言われて、めっちゃグリグリされたっていうか、グリグリしてもらって、そしたらもうなんかそれも痛いねん、そこも痛いし、筋肉痛も痛いし、全身だから、もう背中がやばい。とりあえず背中が痛い。でもナンバラエティ公演はオープニングがやっぱ体力いるわ。なんかオープニング、なんか
ちょっと気合い入れすぎたんかな。なんか張り切りすぎたんかわからへんけど、体力使いすぎてなんかめっちゃヘロヘロなってんな。M の練習もしますよ。しっかり、ほら見て、ちゃんとレッドブル毎日、毎日は嘘。でもレッドブル飲んで頑張ってますよ。カフェインを摂取して。楽しみやねんけど、めっちゃまたぐの久しぶりやねん普通に。だからさ、もうめっちゃ緊張するっていうか、もうめっちゃ緊張する。やばいね。なんか久しぶりのこのドキドキ。この1週間前やのに本番直前ぐらい緊張してるねずっと。もうなんか気が気じゃない今日。今日だからもう間違えて踊っちゃうかも。帰って M の曲踊り始めるかも。最近もうほんまにそのことしか考えてないから結構やったことある曲多いんですよ、チーム M 公演だから。でもなんか忘れてて、こんなむずいどうやって踊られへんねんけどって思うんですけど、いや大丈夫、あんなにダンス下手やったら過去の自分が踊れたんやから、やればできるんで毎日奮い立たせて起こしてます。過去の自分から勇気をもらって頑張ってます。いや過去の心身でもできたんやからって思いながらやってます。でもなんかむずいし忘れてるのよめっちゃ。エモいよね、なんか覚えてる曲もねもちろんあってんけど、結構忘れてるやつが多いね。やっぱ忘れちゃうね。寒い。前髪が長いね。なんか逆に青春久しぶりな感じがするけど、そうでもないのか。最近いつやったっけ。衣装、そう衣装可愛いから、 M の衣装着れるの嬉しい、めちゃめちゃ。でもどの衣装を誰の衣装を着るかとかね、なんか試着みたいなしたんですけど、あの普段のシンシンやったら絶対この形じゃないっていう形でしたね。
六期生おそろです。え、見て、ね、上下上下おそろもうやめてよ。上下おそろいにしてきたんですけど、上下おそろいにしてきたんです。シンシンがどう思いますか？シンシンが上下おそろいにしてきた。うるさい。ほんまにちょっと上下おそろいにしてきた。今日は無印系無印っぽくない？なんか確か私しっかりなんかあれやねんけど、え、なんかちょっといいやつやった。いや無印系じゃないやん全然。おそろです今日は、うん、全身おそろ。ペアルック、ペアルックです。いいなと。え、ほんまにあの朝からさあの声量やね。なんか耳痛くなる。ね、シンシンがいつもね、 いつもっていうかレッドブルとかなんか飲んでるやん。エナジードリンク、エナジードリンク飲んでる時はもうまたそれ飲んで超でかい声で言ってくるね朝から。うん、朝からだるがみをされますゆいな。耳痛くなる。耳痛くなる。ほんまに、ね、みんな思ってるよりでかいで。だってでもなんか耳に響くタイプの声じゃないやん。わかる？なんかキンキンはしてない。そうだから、あ、また今日もうるさいなみたいな感じで。無心者はあの手慣れてるのではいはいみたいな感じで。彼もねそんな感じなんですよ。もうしんしんみたいな、二人ともしんしんみたいな、もう常にだるがらみを二人から受けてるんですけど、だからしんしんはあしらってましたそれを。そうや、でも二人同時に来たらもう大変よ。え、でもゆいなもね声大きいけど、もう西ゆまちゃんの声がでかすぎていつ見てもびっくりしちゃう。いつ聞いてもえこんなでかいみたいな。なんか何回聞いても新鮮やねん。昨日もう南原ちゃんで出てくれたんですけど、なんかまあエンジンとかしたり、南原ちゃんこういうなんかここで、自己紹介してみたいな、なんか説明とかして、はいみたいな。でかってなるな。西ゆまちゃん声でかすぎて毎回びっくりする。かわいいよな、うん、マジで。ショーラのレイコちゃん、いやほんまに似てる。もうあのリスペクトがすごいよね。いやでもすごいいいよ、いいと思うよ。あんななんか腹から声出すってあれのことかっていう、なんかすぐわかるな。なんかほんまにお腹から出してる感じ、腹式呼吸みたいな。なんかすごいよ。でもシンシンはあの普段の声は全然通らないんですけど、あの疲れてきてあの適当ではない、なんかふざけて歌う時があるんです。ほんまにすいませんって感じなんですけど、ふざけて歌ったらあかんねんけど、体力なくなってきて、まあ、たまにふざけて歌うねんけど、そのふざけて歌った時だけめっちゃ声通る。ふざけて歌ったらあかんで。あかんけど、ちょっとなんかアニメ声みたいな感じで歌ってみたりして、でなんかちょっと
ちょっとあのちょっとでも自分のテンションを上げて歌ってるんですけど、そしたらもうすごい声通ります。だから毎回アンコールらへんはどんどんあの変な声になっていく。そんなめっちゃふざけてるわけじゃないね。普通の歌はちゃんと歌ってるけど、ちょっとなんかちょっとだけ変な声みたいな。変ではないけど。でも声大きい子別にオーディション受かりやすいとか絶対ない。シンシンたちの時もほんまに西岩ちゃんみたいな子がいたんですよ。超声も大きくて、でその子はもうめちゃめちゃ積極的な、なんかもう先生わかりませんみたいな感じ。もうとにかくめっちゃ聞きに行くし、なんかみんなでちょっと広がって踊り、なんかダンスの練習しますみたいな、なんかあるんですよ。オーディションとかでなんか、まあ、とりあえず振り入れしてなんかダンスを踊ったりする時があったんですけど、振り入れの時ももう一番最なんていうのセンターを絶対取るみたいな子いたんですけど、その子はあのガツガツしすぎてなんか落ちてたんですよ。だから逆にでも6期生はそういう子を求めてなかっただけで、そのなんか9期生とかみたいに、あちょっといいやんみたいな、西山ちゃんみたいに、おなんかこの子いいやんってなって、まあ、なんか別に声量で受かったわけじゃないと思うけど、そう変わると思うから、めっちゃ声でかいでいい時もあると思うし、ちょっとなんか逆に目立ち悪く目立って損しちゃう時もあると思う。でもその心意気はいいですよね。6期生なんか規制によるかな、でもその時の欲しい人材とか違うと思うし、だから心身が審査してるわけじゃないから、10期生はどんな子が来るんやろ。まあでも声ちっちゃいよりは声大きい方がいいですよね。そんな感じですかね。じゃあちょっとそろそろ終わろうかなと思います。読みますね。13位ともたんありがとうございます。12位にぱありがとうございます。11位しんごさんありがとうございます。10位あまやどりじんべいありがとうございます。9位チャンピオンありがとうございます。8位だし巻き卵ありがとうございます。7位ひよこありがとうございます。6位野原しんのすけのすけありがとうございます。5位きのありがとうございます。4位大空ありがとうございます。3位レオさんありがとうございます。2位つっちゃんありがとうございます。1位まさゆきさんありがとうございます。かわいいバレンタインの
ハートもありがとうございました。嬉しい。ハッピーバレンタイン。まずハッピーホワイトデー。ありがとうございました。じゃあ新書は練習をします。バイバイ。